モデル17スタッガーウィングビーチクラフトモデル17スタッガーウィングはアメリカ合衆国の民間機でビーチクラフトが製作した最初の機体である複用機で2枚の主翼の内上翼が下翼より後ろにある負の食い違いを持つことを特徴としている1932年11月4日に初飛行した 420馬力エンジン搭載のモデル 17R は時速 326km の最高速度を記録し当時の戦闘機並みの性能を示した。軍用としても UC-43 トラベラーの名称で小型連絡機として使用された。クライドセスナラとトラベルエアを設立したウォルタービーチがトラベルエアをやめて1932年4月に 自らの会社を設立し製作した機体である。トラベルエアでの最終作が16型なので、第一作を17と命名した。副容器で、基金混合構造であるが、空気抵抗の少ない設計が高性能を生んだ。一般に、副容器の形状で上、翼と下翼の前後位置をずらす場合、上、翼を前に出すのが普通である。なぜなら、 翼の上下を比較すると、上側を通る気流の乱れの方が大きく、また下翼によって乱された気流の中に上、翼を置かない方がいいからである。しかし、本機はそれをあえて逆に配置している。そのため、特に着陸時の迎え角が大きい時など、負の食い違いをつけた機体は、不安定になることが予測され、本機も、初期の機体は、離着陸が難しかったという。 その代わりに得られたものは操縦席からの髪型の視界であり構造的な強度にも寄与した。さらにこの配置でかえって高性能を発揮したことで本機の知名度は上がりビーチ社は操縦性の簡易化に重点を置き改良を進めていった。こうして本機は1948年までに785機が生産されビーチ社の初期における 成功の鍵とも言うべき機体となったのである。アメリカ陸軍の UC-43 トラベラー。ありがとうございます。